韓国でムンジェイン大統領の否定評価が5週連続で上昇したことが分かった。30日、世論調査専門機関リアルメーターが TBS の依頼で去る28から29日、全国18歳以上の有権者1000人を対象に実施した2020年9月第5週の週間集計結果によると、ムン大統領の国政遂行に対する肯定評価は9月4週目の結果に比べて 0.5 ポイントダウンの 44.2% と集計された。一方、否定評価は 0.4 ポイント上昇の 51.9% を記録。肯定評価と否定評価の差は 7.7 ポイントで、2週連続で誤差の範囲外となった。法務部チュミエ長官の息子に対する軍特別扱い疑惑と、北朝鮮による公務員射撃焼却事件が影響し、ムン大統領に対する否定評価が5週連続で上昇していると分析された。